はい、おはようございます。今日はね、2024年11月16日土曜日です。いかがお過ごしでしょうか。今ね、時刻はね7時30分ですね。なんかこう良さそうな森、この紅葉の中のね、今森の中をね歩ってます。今日はねどこに来てるかと言いますと、今ね伊香保ですね。伊香保温泉の石段のちょっと上にある上野山公園っていうところですね。今こちらに来ております。見てください、この紅葉すごい綺麗じゃないですか。足元もね、見てください、これもみじのね落ち葉がたくさんあってね、すごいね綺麗ですね。ちょっとね展望台があるんで、こちらからね群馬の街並みをね見ていきましょう。うわー、これ左側すごい綺麗ですね。お、栗も落っこってるね。うおー、ここね初めて来たんですよ。うわー、めっちゃ綺麗。はい、ここにね山のね紹介が書いてありますね。ねまずね、これがね今あそこに雲がかかってるじゃないですか。あれがね赤城山ですね。で左のねその奥の方、あそこがですね日光白根山ですね。右のあれ南大山かな。でこっちがね白根山ですね。でそこにちょっと手前にね山があるんですけど、その奥側ですね、向こうがね穂高山ですね。で左の方は新潟の方がね見えて、谷川はちょっと見えないかな。ちょっとね谷川の方は曇っててよく見えないですけど、こっちはね谷川とかね新潟方面をねこちらから見ることができます。うわー、すごい色、めっちゃ綺麗、雰囲気いいねここ。ここめっちゃ綺麗ですね。いいねいいね、すごく落ち着きそうなところですね。すごい、これ黄色いっていうかオレンジですね。透き通った感、あーめっちゃ綺麗だね。あ、ペットダメなんだ。ペット連れは禁止になってますね。わー、すごい綺麗ここ。あーすごいいいところ見つけ、いや、いいところですね、ここ。綺麗ですね。伊香保神社って書いてあるから、やっぱりこっから歩っていけそうですね。行っちゃおっか。ここ今ですね、スケートリンクのすぐね、駐車場があって、その裏からね、こう回ってくるところですね。で、ここを降りていくと、まあ、伊香保神社までだいたいね 800m なんで15分も歩けば
着いちゃうかななんてね感じなので、ちょっと行ってみたいと思います。今ね時刻は8時なんで、まだね日がちょっとねそんなに力強くないんですけど、まあ今ねこの柔らかな光の中でね、この森の中を今散策してるっていうね感じです。今日はこの伊香保温泉のもみじがね見ごろになってきたということで、今日はね伊香保温泉にやってきました。で本当はね下の駐車場から歩いて登ってこようかなと思ったんですけど、ちょっとね市営駐車場第一ってところは友人の駐車場で安いんですけど8時からっぽいんですよ。でまあその上にね何ていうんですか普通のコインパーキング式のやつがあるんですけど、そっちはねちょっと1時間じゃない、最初の2時間500円なんですよね。まあ、たったのちょっと200円なんですけど、まあ一回上からこう下ってって、でまた登っていけばいいかなっていうね、そんな感じで今森の中をね歩ってます。今ね誰もいなくて、ほんと今ねこの気持ちいいね森の中を独り占めで歩ってます。おお、なるほど、ここに出てくるのか。これね一段登り切ったところの神社ですね。で階段上がってすぐ左に、ね、トイレがあるんですけど、そこの脇を入っていくっていう感じですね。わあ、おお、すごい。今ね、味加橋の方にね向かってます。でもうね間もなくなんですけど、だいぶここら辺のね色づきいいですよね。ここほら見て、グラデーションとかすごい綺麗ですね。まだ手前のはね緑なんですけど、ほら奥に見える赤いもみじとかね、すごい綺麗ですね。すごい色づき綺麗ですね。はい、飲泉所にね到着です。これ確か右はほら水ですね、左が温泉です。ちょっと飲んでみますかね。鉄っぽい
い味がする。めっちゃすごい。伊香保露天風呂、この先26メーター。あ、こっから湧いてるのかな。これからですね、石段降りてまた上がってこようかなと思います。お、焼いてる焼いてる。はい、おはようございます。今日はね、2024年11月16日土曜日です。いかがお過ごしでしょうか。今日はね、どこに来てるかと言いますと、伊香保温泉ですね。伊香保温泉の今日はね、紅葉が見ごろになったので見にやってまいりました。どうですか、そこのもうね、あのモミジもかなりまだね、緑、黄色、オレンジ、赤でね、もうかなりグラデーションしてて綺麗な感じで、真っ赤ではないんですけど、ところどころね、こう真っ赤な木もね、今のところこうやって見受けられますね。今ね、時刻は9時半なんですけど、まだね、比較的空いてるかな。目の前の駐車場も満車ですけど、伊香保温泉はこれですね、イニシャル D のね、聖地でもあります。あれ、映ってないかな、映ってるね、これマンホールがこんな感じでかっこいいですよね。これからですね、ここ365段のね、石段を登って、あの伊香保神社までね、行ってみたいと思います。これより1段、365段ってなってますね。ここからなんだ。さっきのところはノーカウント？あ、そうだね、あそこに書いてあるね。ここから365段ですね。1,2,3,4,5,6,7 ですかね。モミジ綺麗だね。ここね、ほら見てください、この緑と黄色、オレンジ、赤でね、すごくグラデーション綺麗です。こういう色大好き。お、伊香保なんだいこれは。あ、誰か有名人なんじゃん、千原ジュニアって書いてあるよ。これは誰？これ何も書いてない。佐藤しおり作。なんかテレビの企画とかだったのかな。これも多分あったんだろうね、上にあったんじゃないかな。昼体調いっぱいだよ。これ何？ペットブルかと思った。これ赤べこじゃん、これ。おもろい。
なんかここに詩が書いてありますね。まんじゅう一つ買いました。出来たてです。すごい美味しい。雨降ってきちゃった。すごいあんこが濃厚ですね。なんかのキャラクターの自動販売機ですね。温泉娘。残りわずかですね。298段になりました。上毛かるたが飾ってある。山まんじゅう屋さん混んでるな。はい、伊香保神社にね到着しました。今ね、ロープウェイの方にね、今向かってます。で、ね、温泉街を歩ってるんですけど、結構雰囲気あっていいですね。ロープウェイはどっち行くんだろう。ロープウェイ、左ですかね。今いるのはねここなんですけど、まあ、ここがよくわからないんですけど、最初ねスポーツセンタースケート場ですね、これの上にあった上野山公園ってところですね。ここから歩って、で山道を下って、ここのね伊香保神社、ここにねやってきました。でその後ですね、この梶川橋にね行って、で石段を下って、また登って、で今ねここに到着したっていうね感じになります。この今温泉街のこの紅葉すごい見頃ですね。真っ赤っかでね、かなりいい感じです。ちょっとお恥ずかしいんですけど、私群馬で生まれ育って、伊香保もよく、まあ温泉街はそんなには来ないですけど、春菜にね行く時とかね通るんですけど、ロープウェイのね存在を知らなかったんですよ。春菜富士にねかかってるロープウェイはね知ってたんですけど、伊香保にロープウェイがあるのはね知らなかったんですよね。でせっかくぶらぶら歩ってるんで、ロープウェイでね帰ってみようかななんて思います。うわ、ここもロープウェイ乗り場のところもすごい綺麗ですね。っていうか走ったこともないね、車でね。あーけどホテル小暮っていうのは泊まったことあるな、大昔に。はい、ロープウェイにね乗っていきます。4階ですね。片道500円。55メートルの見晴らし駅までを4分間で進んでいます。
はい、今日はねのんびり伊香保温泉をね歩ってきました。紅葉はねすごい見ごろになってまして、かなりね楽しめましたね。ほらこういうところのね色もいいですよね。今ねロープウェイを乗って朝の公園のところにね戻ってきております。ここのね山の上の山公園、ここは穴場ですね。ロープウェイ登らなくても上にね駐車場ありますんで、直接ここにね来るだけでもだいぶね楽しめるかなと思います。今日はねここの駐車場から公園を散策して、で一段の方に降りて、でまた登って、でロープウェイ使ってね帰ってきたっていうコースなんですけど、だいたいですね距離的には5キロですね。で時間はですね3時間半ぐらいね散策していました。ここのね公園だけでも十分ね満足楽しめますし、あとはね一段の方もねせっかくなんで降りて遊んでみてください。はい、今日もね最後までご視聴いただきありがとうございます。今日のね動画が良かったなと思ったら高評価とチャンネル登録、まだの方いらっしゃいましたらぜひねチャンネル登録もよろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていただければですねこのような素敵な景色、今日はね伊香保温泉のね紅葉を見に来ました。このようなね素敵な景色見れるかもしれません。ぜひねチャンネル登録もよろしくお願いいたします。